やっほー、ようこそ夢まか不思議な世界へ。拙者は抜刀斎川上玄斎の連れ、成田源之丞だ。今日はこう頼まれてね、江戸幕府全体に見て勉強じゃなしに切り口の見方をアドバイスしてあげてくれっていうことやったんでね。例えば歴史っていうのは川上玄斎の拙者もそうやけれども、尊王攘夷でとりあえず外国をやっつけろみたいなね、天皇中心でやったんが、いつの間にかその時に牢屋へ入ってて出てきたら、あれあれみたいな、薩摩も長州も態度が違ってあれみたいな、その虚しさとか切なさっていうのね。人種的には上杉鷹山、星野正幸同じなんですよ。まっすぐで、今日から言うのはね、ただ普通にどうこう調べて出てくるようなね、そういうようなやり方ではないんですよ。見方切り口を変えてちょっとやっていこうかなということで始まります。よろしくお願いします。まず江戸幕府、一郎さんでも知ってるね、1603年から人は虚しい大政奉還、1867年までの264年間かな、江戸時代というみたいなね。でもみんなね、はい、江戸時代はこう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 で、一番最初に言うたように、象さんって何かなっていうのが言えるかなっていう切り口から入り込みの練習なんですよ。例えば江戸幕府将軍、例えば江戸幕府について5分述べてみよう。喋れるかな。マイクを使わませていた。江戸幕府について5分述べてみよう。できるかな。でしょ。だから切り口とか全体的なやり方が分かっていると、3分、15分、45分、90分、簡単なんですよ。ただ3分でようやく述べる。とか30分で述べる。でも30分ならね、こんなんこんなんこんなんがこんなんよ、こんなんがこんなんよしか言えないんですよ。だからできるだけ30分以上、1時間以内にやってるんですよ。はい、例えば入っていきますよ。早速めんどくさいことです。あ、そうか、これ行く前にね、じゃあ江戸幕府頭に出てくる将軍様言ってください。誰が出てくるかな。はい、もちろん家康、はい、慶喜、はい、吉宗、 OKOK、 はい、綱吉、あ、みんな順当なとこ言うね。まあそれぐらいは一般常識の範囲と思う。それ以上は知らんでいい、知らんでいいけれども、知ってたらなおかつもっと見えてくるということね。だから家康、これ初代、三代、これ家光、五代、綱吉、八代、吉宗、それから15代、吉信。この5人は、ちょっと覚えとこう、みたいなね。これはもう、ちょっと、知的の高い一般レベルの一般常識。それに今から肉付けしていくからね。江戸幕府将軍様、ほんまかいな、という切り口を面白いことからいく。例えば、じゃあ、館長もそうやねんけど、まず大切なのは、いかに長生きするかなんですよ。いかに長生きするかっていうことは、自分が生命を全うして、ああ、笑いながら死んでいけるっていう人物、歴史的な人物を振り返ってみても、なかなかないんですよ。なんでって、もう9割以上が死にたくないからなんですよ。もう死んでもええな、
笑顔で死ねれば最高だ、人生バラエラ主義に乾杯っていう歴史的人物めちゃめちゃ少ないですよ。そうやって見たら一般の人の方がはるかに笑顔で死んでいってますよ。そう考えるとね。だから本当に幸せって何かっていう原点、その切り口をちょっと変えて、はい、いきます。まず一番長生き、どの将軍様と思いますか？一番長生きしたのはどの将軍様と思いますか？本当はもうみんなね、誰こう、おっって言うてほしいんやけどね、これ普通パッとみんな誰でも思うのは家康と思いませんか？家康、家康は何年に死んだか覚えてるかな。家康はシェイクスピアと同い年に死んだ。世界的に有名なシェイクスピア、ハムレット、リア王、マクベス、出てくるやつはみんな死んじゃうんですよ。本当に演じる人が、現代でも。それどういうことか。シェイクスピアはいろいろ人殺し、人殺し、いろいろですよ。シェイクスピアは多分、61かな。51、61。あ、計算して引いたら分かるからさ。だからそんなに長生きしてないのね。だから、一番長生き、家康は勝ってるんですよ。73歳まで。でもね、この時代のね、年齢の書き方っていうのは73とか75とか、だいたい73から75が多いです。なんでかって言ったら、館長や私なんかは全部グレゴリー暦でやってくれてるんですよ。これ全部グレゴリー暦。だから生まれた時もグレゴリー暦で一度来るねんけれども、まあ、例えば1582年からやから、江戸時代は全部グレゴリー暦なんですよ。わかりますかね。だからそういうつもりでグレゴリー暦でやるから、みんながバーッと調べていたら年代があれあれってなってくるからね。それは前は言うたよね。あれみたいな。ニュートンの時に言うたよね。ニュートンとガリレオ・ガリエルの時に言うたと思うから、それまた興味があったらまた調べて。まず、一番長生きの殿さんは誰かな、みんな家康と思った。家康は73歳なんですよ。もっとずっと生きたやつがおるんですよ。そうです。みんなが一番知ってる、義信なんですよ。彼は76歳まで生きました。彼は本当にやりたい方でしたん違うかな。でもそこで面白いのはね、義信ってまあ本当は水戸やねんけど、水戸で生まれながら一応一橋に行くんですよ。で一橋で将軍やってくれって言われて時に一応断るんですよね。これ全部計算されてないけどね。あ、もうそう言ったらちょっとややこしいのかな、ちょっと忘れて。はい、じゃあ一番長生きしたのは誰かなんですよ。そしたら、一番考えられるのは誰かみたいな。家康と思ったけど、なるほどな、みたいな。家康も一応大阪、冬の陣、夏の陣が終わって死んでいったから、まあ73やから、歴代2位で死んでいったらまあ十分かなってね。1位が義信ですよ。76歳まで来ましたから。でも彼も美香ちゃん、美香ちゃんってあの最初の嫁さんね、正室ほっぱらかしでみたいな。だって江戸城一回も入ってないんですからね。それでまた次出てきますからね。はい、それで3番目は誰かとなるとね、要するに将軍の仕事は何ですか。一番大切なのはそう、跡目を作ってちゃんと継続するようにすること。そうよね。その中で唯一オットセイ将軍と言われるね、将軍がいるんですよ。子供何人いるか、その人が67歳で第3位なんです。はい、義信76歳、好き放題やってて、これも義信好きな人いっぱいあると思います。嫌いな人もいっぱいあると思います。味方なんですよ。どういうところにスポット当てるか、これ冷静に今考えて、嫁さんサイド、性質から見た義信となると最低かもしれません。性質から見た家康、
イエス、聖書って築山殿って築山殿って今川義元の娘なんですよ。で生まれた子供が信康なんですよ。ところがその織田信長のところにちょっと謀反のどうとろこうとろこうとろあんなんちゃうかみたいなのになって、で織田信長から家康に築山殿37歳殺しちゃうんですよ。あたかも襲われたりね。信康は二十歳ですわ。自分の長男ですよ。でももうなんでやったら家康自身がね、お父さんが殺害されていきなり人質になろうったら織田家へ行かれて、また今川行ってっていう、そういう家族の愛を知らんと生きてるんですよ。だから結構大切にしたいんですよ、そういう面でね。だから家康は50歳までは子作りに励んだけれども、全部それはお尻の大きい人くらい関係ないと、いっぺん子供を産んでる人がメインなんですよ。でも50過ぎたらね、16歳とかこう変わってくるんやけどね、家康は。でも家なりというのはもう夫性将軍いて67歳やけど、まあそのうち多分子供は何人称で今出てくるから、今と言わんとこはね。これ一応こう長いシリーズは吉信76ね、長生きしたヒーローやみたいな。で73、67、これ一応覚えておきましょう。話のネタに使えるやんか。あんまり難しいこと言わんでも誰でも知ってるから。夫性将軍って子供いっぱい産んでんっていう話で、これ一番使いやすいから。じゃあ今度はね、逆にちょっとしか生きてへんの、短命な将軍様って誰と思うみたいな。これ知っとくとは、丸っていうのは、これはみんな誰も名前知らんから。先に、誰が長生きなんや。そしたら誰かが、誰が短いんかなと言うてくれたら美味しいねんけどね。それみんな知らんと思うから。知らんけど、すごい面白いね。この辺のところはね。今日はあんまり難しいことやれへんから、短命な、一番若くして死んだ何歳と思うぞ。はい。一桁。おお。一桁で死んだ一人やねんけどね。6歳なんですよ。6歳。ということはね、一番6歳で死んだということは、在位期間ってめちゃめちゃ短いと思うでしょ。在位って、将軍になったん、6歳やねんからね。頭よそですよ。今までいろいろ出てくるからね。それ、6歳ね。でこれが吉信の前ですよ。吉宗の前、家継ぐって言うんですよ。家を継ぐんやけど継がれへんのんですよ。言います、家継ぐ6歳。家持ち、これ14代で、家定、これお嫁さん上から行くやろ、カズノミヤちゃんっておるやんか。カズノミヤちゃんが行ってみたいな。でも34歳で死んじゃうの。ちょっと体が悪いんやけれどもな。だ家持ちってどんな人かって言ったら、かわいそうやの。彼が在官二十歳やねんけど、激動の時代。どういうことかって言ったら、ペリーが、黒船がやってきて、次の年に条約結ばれて、そしてまた帰って、また来て、ハリスが来て、日米修好通商条約の年に将軍になってんの。んで、第一位長州征伐、第二位長州征伐の1866年に亡くなってんの。もう激動。当然、子供おれへんわな。ここも。これ今ヒントや。ここも、これ当然おるわけないやんか。おるわけないやんか。ここも折れへんねん。このサンバガラスは折れへんねんけどな。だから、短命は家継ぐ。継ぐ継ぐ。これ誰も知らんからな。家定っていうのは、河野和宮。これはその、
有栖の神宮成人親王の女に引き離されてここに突入されたやつや。わかるということで、篤姫と揉めてるやつやんかような。まあそれはそれまた話しないんだけど、だから家さだしなんかっても、ああ河野和宮の旦那かでええからな、これでええんか。だから家持ちは言うたらもう最後で最後で吉江の方にバトンタッチ。66年から67年に大政奉還やからな、家持ちで。家継ぐ、これ覚えとこう、家継ぐは6歳、だから家継ぐが死んだから超お家騒動になるわけ。次みんな吉宗って誰でも知ってるやん。これ興味があったら調べてやけど、吉宗って紀州の4番目の子供やから、もうそんなもん言うてんか、2番、長男次男でも大変やのに、4番目なんかやったらそんなもんなんぼ紀州言うても全然力も何にもあれへんからな。ところが吉宗の時に調べたら分かるけど、本当は終わりから終わり期水戸やんか、水戸から将軍になることはないから。でも吉宗の時に要するに終わり期で水戸だけは一個低いのレベルが、絶対に将軍にはなられへんの。だからあの三国水戸黄門が大日本どうとろこうとろ大日本一言うてこう天皇中心のどうこうこうこうってやっていってるんやけどな。まあまあまあしちゃったらめんどくさなるけどさ。だから家康からずっと引き継いできて、で家継ぐの時に6歳で死ぬから当然子供がないやんか。でも吉宗が将軍になるために自分の紀州および尾張7人も死んでるからな。7人も。興味があったら調べて。いや、いろんなこと言ったって、ってなれへんやん。胸張るって言ったって分からへんけど、あの名古屋がすごいこう、贅沢になって、みたいな。まあ、それまた興味があったら自分で調べ。もう、あの、メインとこより外れたやつやから、面白いけど、ちょっとややこしくなるからな。で、次は、将軍になったのは何歳の時ですかみたいな。何歳に将軍になったみたいな。当然考えられるのか、一番若いのは家継ぐやん。何歳の時になったんやんって思えへん。当然家継ぐが一番最初やん。その次で二十歳で死んだやつおったやろ、家さんとも二十歳で死んだやろな、行くで時は。ああこれあかんか、年寄りから、年寄りから行こう。年寄りは当然家康や。なんか逆算者やねんか。いろいろ人殺しの人殺、いろいろで73歳やから、1603年に征夷、あの大正、あの、江戸幕府引くねんけど、引いたら60歳や。60歳。で、これ家の部。家の部っていうのはな、第6代将軍やねん。第6代で、綱吉の後やねん。でも彼はもうほんまにな、どう言ったらいいんかな、星野正幸や、誰やった上杉鷹山みたいやねん。この家の子っていうのは。すっごいええ人。だから全部、吉宗が、吉宗ちゃんは、綱吉が、俺が死んでも、生類憐れみの礼ずっとやれよって言うてても、すぐにあかんって全部やめてしまうわけですよね。でも言うとけどね、綱吉かって、若い時、すごい衛生してるからね。すっごい衛生してる。でも後半になって、ちょっと狂ってきたみたいな。狂ってきたんやないんやけど、まあ周りはどうこうやねんけど、それもそれが興味があったら自分が興味があるところだけやればいいから。で、その後、家信がついて、で、
家信が継いで、で、家重。家重いうのはね、夫清将軍とったやろ、夫清将軍。11代。彼が67歳まで来たやんか。だから、将軍になったの遅いね。わかるかな？だからとりあえずこの辺は家康以外は知らん名前やん。家康と家信、家重。まあでも家信っていうのは一遍調べたら分かるけど、すごい高名声大で、すごいみんなから慕われて、すごい将軍様やった。でもみんな知らんやん、こんな。面白いやろ。そんなんの自分で一応今俺、ヒントばっかり言うてるからな。じゃあ次、将軍の年齢早っ。4歳や。だって6歳で死ぬんやもん。ほら、さっき言うたやんか。家、持ち。20で死ぬけど10人やん。ところが家綱が10歳やん。はい、思い出して。家綱といえば、誰？星野正幸が家光の子供やねん。家光の子供やから、よろしくなー言うて、星名正幸がずーっと手取り足取り教えてん。だから10歳からやねん。もっとすごい面白い話をしような。これ多分なかったかな。絶対みんなびっくりするのは、将軍って絶対側室置くやん。だから、正室置いて、で、継室継ぐ。この継室置いて、それは側室置くわけ。まあ、順番決まったの。まあ、即日ゼロのとこもあるけどな。まあ、クライヤー、要はな。じゃあ、行って、お手手ついて、子供ができたら言うたって、すぐクライがもらえるとは限られへんの。赤ちゃんができた、すぐ即日になれるか、なれへん。だから、これもっとしたらさ、何人子供を産んだでしょうとか、何人嫁さんもおるんでしょうとか、言うのは、あ、それは、表向きと全然違う。だって星名正幸なんかはカウントされてないからな。なんで言うたら、正室の子供でもなければ、軽室の子供でもなければ、側室の子供でもないねん。こっそり産みに行った言うたやんか。家光の弟やったやつやね。秀忠とお坊ちゃんは、弟のお医者が考えてたからな。言うたんやから、家康が来た時に、地方寄れ言うた時に、弟も来れた、君はいらん、触れみたいな。その時に初めて、年功序列やつが、できてきてるけどな。で、まあ、とりあえず、これを見せとこう。で、次に、教えて、将軍、何歳の時に、あ、帰還とぐらいになったんや。これもすごい見て面白いね。誰が一番長いこと将軍の位置よった。誰が一番短いの？誰がどうこうやの？これすごい面白い。例えば、誰かに言うの、江戸時代で誰か将軍言うて言うたら絶対家康出てくるな。次に出てくるの多分データ取っても、誰と思う？吉信やと思うね。それから吉宗とかな。あと家光か綱吉とかあれやけど、多分吉信が2番目ぐらい出てくるね。なんと、家康も短いで、家康は1603年で、1605年に秀忠に移ってるから。要するにオブザーバーになったわけやんか。駿府城へ。影のフィクサーみたいになってたわけやんか。だから、一番は、たった1年やから。家持ちからバトンタッチして、1866年バトンタッチ持って、1867年にギブアップでやつやろな。半世紀崩壊したんや。たった1年は、こっちや。たった1年。要は腰掛け将軍やん。おいおいおい、たった1年やけど、めちゃめちゃやんか。おいおい、見て、たった1年やで。な。ほんで、家康は2年2ヶ月やねん。わかる？で、あと、家継ぐと、家信は3年5ヶ月。家信ってすごい立派なやつやで。家継ぐって子供やで。3年と5ヶ月やね。こうやって見て面白いやろ。吉信、たった1年やで。
たった1年やのに思ったな。たった1年やねんけど子供何人産んだでしょうやから1年やからいっぱいおるわけないやん。ここでおいお前ええ加減にせよってみんなが言いたなると思う。家康はね16人子供がおったで、これゼロ、これ家の分からないけど、これはね6人、2人かな、あ、分からへんわ、ちょっとごめん、あんま覚えてへんわ、人数多くないわ。いくで、はい、次家成乙成将軍、これが一番長いね。あ、これ、あれさっきこっちあるの、あ、これか。でな、家成が50年や。50年のうちに子供何人つくか、次の問題があるからな。もう言うとくわ、子供53人つくんねん。53人すごいやろ。ほんで吉宗っていうのは、あ、な、これね、在位やな。あ、ということはどれぐらいやったかって言ったら、吉宗っていうのは29年1ヶ月やね。で、さっきやった、あの38歳で死んだ、あの星野正幸が教えたやつね、家綱、彼が 28.9 ヶ月やね。変われへんやろ。 28.9 ヶ月、29.1 やね。家綱わかるかな。で、あ、じゃあごめん、だから吉宗が 29.1 やんか、家綱が 28.9 やんか。で、その次に綱吉が 28.5 やね。で、家光が 27.9 やね。もうこの28年代どんどんいっぱいダントツやねん。50年、30年、30年ぐらいが、1、2、3、4、5、6、4年。だからみんな結構長い間、将軍の場にいること。乙成将軍50年。これで一番長いこと生きてねん。これすごいよ。50年間、将軍の座にいるってすごいからな。で、彼は、その後、家重に、やった後もフィクサーとなって頑張っとったからな。で、まあ吉宗、家で、家綱やんか、行くで。で、子作りの名将軍も言わずとしたことは、今乙成将軍53人やん。そうやろ。その次に家重の、あ、じゃあごめん間違えた、家成の次の代頑張ったから俺も頑張らなあかんわいて27人作ってね。3位がなんと吉宗に、あ、吉宗じゃないわ、吉野21人やね。でもな、そこでおかしいね。21年、なんでかって言うたらな、これみんな大奥で入ってるやんか。大奥で女の人がいっぱいおるやんか。吉野って言うとくけど江戸城一回も入ってへんからな。どこでおい、どこで腹回して、どこですんねん、おいんか、大阪城におったりとか、おいちょっと待ってみたいな、ちょっとおい思えへん、こういう疑問を持ってほしいね。ちょっと今かなりちょっと難しいわけで、だって吉野自身が江戸城へ入ってへんねんで、えってなれへん。そのくせ鳥羽伏見の戦いになったらみんなおんのに、自分と会津の殿さんと一緒に入ってくねんで、いうことやみたいな、士気も下がるわなみたいなことやね。だから歴史ってすごい面白うて、ただ一個こんなことから、徐々に持っていってね。だから要するに家吉っていうのはほら、家成の次の代やね。だから、あ、見てるから家成にしてみたら家吉と同じような、あ、家成と同じようなことしてたら27人やね。それはさ、なんか前ばっかり見てるからな。だからこの家吉でも、彼も60歳でできるけどな、家吉も。だから、ここ、67、60、76と生きて、結構長生きしてるやんか。だから、子供も予算作ってんねん。だから、そういうね、なんで、吉野部が江戸城入ってへん、大奥にもおれへんのになんで21人も子供作れんねんって、疑問に覚えてくれたらすごい嬉しいねんけどな。俺
はそう思って、まあ、まだ調べてへんねんけどな。で、今度、子宝に恵まれの将軍っていうのは今ずっとやってきたんやけど、誰？家継ぐと、で、最後の、かわいそうなやつ、誰？家持ちと、で、星名が一生懸命教えた誰？家綱と、もう一人は、ちっちゃいやつ、家継ぐ。あ、家継ぐ言うたんかな、俺。だから、家綱、これは星名正幸がずっと教えたやつ。わかる？で、家、6歳で死ぬ。20で死ぬ。あ、これが20で死ぬ。34で死ぬからね。これ、公女和宮。ここに嫁いだやつやんか。で、ここは左右で、二十歳で死んでいたみたいなやつな。で、ここは6歳で死んだ。ここは星野正幸が、みたいな。ほんで、すごい面白いのは、例えば、側室がおる。正室な。正室がおって、軽室。この子な。軽室がおって、あと側室やねん。じゃあ、江戸時代ずーっと、15代目であるけれども、正室が、正室な、要するに、この同じ正室でも、殿様の正室で、で、江戸幕府の中で産んだ子供は何人いるでしょう。何人いると思う？ちょっと待ってな。めっちゃ暑いわ。あれ、これ、クーラーどこやったんやろ、あれ。熱っ。めっちゃ暑い。ちょっと待ってな。あれない。あれないわ。あれどこ行った。まあ、はい。言うよ。あ、俺もうこれ言うてへんわな。要は一番言いたいのはたった一人しか来れへんねん。わかる？家光だけやねん。おごうと、ひげただ。で、本当は弟ばっかり、可愛がっとって、みたいな。で、お兄ちゃんの方が、家光やね。だから、家光っていうのは、まあ、ひでながって言うんだけど、弟の方な。それあんまり、だから、家光は、お父ちゃん、お母ちゃんもあんまり好きじゃないからな。だから、生まれた時から、俺は第二、権現や、みたいな、もう生まれた時から将軍や、みたいな。要するに自分が愛されてなかったの、一番知ってるからやね。でも、まあ、正確に言うたら、家康。お題の方いて、正室の声だけど、その時にほら、あれやんか、声、江戸幕府になってへんからな。それと、吉野部。吉野部も、一応はほら、結婚した時って、まだ、将軍になってる前やからな。だから、お母さんも、お父さんも、ほら、将軍の子供に生まれてってなってんのは、家光だけやね。264年おってやで、正室から子供が生まれたってたった家光だけやね。こんなんも知っとったら、話のネタになるやろ。あとは自分で調べて、そうなのか。そうなのか。あとはみんな側室。とか、目かけとか。正室ではないからね。だって、家光っていうのは、秀忠の子供やで。言うたけど、秀忠のお嫁さんって、お坊やで。わかる？ねねがおって、淀が、淀みな、だからねねがおって、初がおって、坊やで。この三十やで。めちゃめちゃいや気持ちやけねんで。でもな、おごうが結婚するときに、三度目の結婚やからな。わけわけやってくれろ。で、秀頼かって、正室あってんけれども、結婚すると同時に死んじゃったから、だからおごうを迎えたときに正室としたんや。だから、本当でさ、軽室になんねんけどな。継ぐ室なんねんけど。まあまあ、詳しいんだよ。だから、それぐらい、江戸幕府だって子供を産むっていうことは大切なんや。
何でんか、佐久間昭山は、正室受けへんけど、愛人だけ置いとった、目かけだけ置いとった。勝海舟は、頭いいから、正妻にしよう、みたいな。もう、江戸時代が当たり前の考え方やねん。でも、それが明治になって、芸者とばっかり、だから多分、伊藤博文の嫁さん、芸者やろ。で、木戸光陰の嫁さん、芸者やろ。で、って考えていったら、当然坂本龍馬もそうやねんけど、芸者が嫁さんのとこいっぱいおるからな。だから、幾松ってわかるかな、幾松なんかもそうやし、みたいな。だからもう、桂心の出るの、あの逃げるの一生懸命手伝ったりとか、すごいしてるからさ。だから味方やねんって。だから、いろんな味方、自分を出さんと、味方をなって覚えましょうって言ってるやんか。だから自分の意見出すな。そこの嫁さんの気持ちになって考え、っていう練習をせるってね、今。今、切り口やってるから、今日の切り口は大体ゾウさん教えたからね。あと細かなこと。なもん、きっと分かれへんことだけど思うね。名前聞いて分かれへんのに。あ、これが最後にこれちょっと見てほしいね。これね。分かるかな？これ、家光が書いてんね。これ一辺好きになってん。家光が書いたウサギやね。なんか、微笑ましない？なんかこれ見てな。うわ、なんか家光好きやな、みたいなった。これ家光やね。ほら。かわいいやんか。ほうのぞ、これ。俺、顔見ていい？これ。うまくはないけど、なんか心、あったかくなるやん。若い時ほんまにそうやってんから、家光は。で、家光すごい面白いんけどな。これも家光やね。だから、こう、見てて、すごい面白いな、みたいな。で、これも家光やね。ほら、俺こう空間開けたりとか、これ多分時代があって、どうこうがあって、これ残ってるんが、別に、うまいとかどうこうやし、なんか、ほら、ファッションフォトフラワーやから、写真とか、絵とか見たら、なんか心までなんとなくわかる気がするのな。で、見てくれ。家光、フクロウ。なんか可愛いない？なんかこれ見て、いっぺんに、あ、家光って面白いな、みたいな、偉そうに俺は言うてるけどさ、なんか、だから、例えばね、家康っていうのは全部ワンマンで自分でやった。秀忠っていうのは、自分の意見をしながら、家康の意見も取り入れながらやっていった。家光は、すべて任していった。っていう感じ。財産で言うたら、一生懸命、バーッと稼いできて、秀忠が蓄えていって、家光が使うというね。イメージとして見たらそういうイメージね。次。これは今度は家綱。要するに、自分の子供。家光の自分の子供。それを星名正に頼むぞって言って、うまない？うまいやん、ほら。やっぱり、家光よりうまいな、みたいな。なんか、絵心がありそう。うまいとは言われへんけど、こっちよりはなんか、かわいいみたいな。こっち見たら、なんか、なんとなくわかんな、みたいな。すごい人冷静でどうこうねって。これ、イエスな。でも彼、38まで生きるんやで。でも子供、おれへんかったからな。だから、でもいろんな人生どうってあるけど、これはもう年齢調子にいろんなものを見てるから、早く死んでるわけやないやんか。なんでやろう、みたいなな。で、よいしょ。これも、イエスな。みたいな。うまくはないねんけど、なんとなく、微笑ましいや。面白いな、みたいな。で、これが、綱吉とやんか。五代将軍綱吉。ね。これは、自らが書いてるわけやんか。柳沢義康に送ってんねんけどな。誠実っていうのが、自分の理想の政治やねん。誠実が理想や。綱吉がやで。あの生類、哀れみの霊がやで。犬殺したらアウト、川殺してもアウトいうやつやね。あれはね、ものすごい書き換えられて書き換えられて書き換えられてなってるから、本来思ってる綱吉の優しさとかええとこは
どんどん消えていったりする。お犬様お犬様、まだ彼が犬年生まれやったからやれんけどな。だからそんなんも調べていったらやっぱり周りがどうこうするって見えになるのもあるからすごい面白いと思う、ね。まあ、これまあこれ下手やけどさ、要するに綱吉が晩年書いたやつよね。これは晩年に書いたとされるよね。重い横島なし、将軍自らこうやって書くいうことはほんまにそう思っててんて、これ動物を全員するからええことやと絶対綱吉は思ってたと思う。庶民めっちゃ困ってんねんけどな、予算どうこう使って物を大切にしどうこうでみたいなのがあったんや綱吉は。だから重い横島なし、重い横島なしみたいな、これも綱吉の理想やねん。後半の前半が誠実やねん、後半は横島ないよみたいな。でも死ぬと同時に家のそのすごいクソ、あのみんなが慕われるやつにすぐ遺言で言うていたのを全部廃止したからな。だってきっと綱吉はそんなにみんなが迷惑かかってると思ってへんかったかもしれんね。その辺もまた調べていったら面白いと思う。これどころね、これ吉宗やね。吉宗馬が好きやね、すっごいな。だからあ、なんか吉宗らしいなって思えへん。なんか動きがあってどうこうがあって、だって彼は将軍なんか絶対になれない立場におったんや。四男坊やで、紀州で四男坊やで、終わりも大変やでみたいな。お絶対終わりから、終わり木見とるともう終わりいっぱいおんねんから、どんどん死んでいくね。それも興味あったら見たらええわ。今日はいろんなことどうこう見たけど、江戸幕府って言うた時に何か喋れるようになってほしいね。何でもええねんな。要するに、なんかに、あ、これまた言うわ。これな。誰や。国春。え、国、え、忘れた。浮世絵画家のさ、あれやつがおって、国春。国春。なんか国、なんかと思うねん。ごめん。ちょっと調べて。要は、これ絵やねんけどな。これ、トータってなんか、これ、あれやで。あの、なんとかやつのトータちゃうねん。これ今、これ、このなんとか、なんとかやつあれやんか。これ、横に立ってやんか、これ。これがなんか不思議や言われてんねん。あの、なんやったかな。東京タワーのね、ちゃうわ。武蔵なんやった。東京タワーとちゃうやつ何なんやったかな。あれやんか、高さ634メートルのスカイツリーか。スカイツリーが絵の中にあんねん。いっぺん調べてみこれ。だから、あ、わかった。国吉や。国書いて、神橋いう字。国吉。江戸時代の浮世絵画家やん。当然こんなもん、スカイツリーあるとかあれへんねんで。七不思議やみたいな。一時と話題になってるやんか。で、そういう一枚の絵から、はあ、未来を予想して、とかどうこうで、みたいなな。まあ、そういうロマンがあるやんか。まあ、全然関係なしに。だから俺こう言いながら、これは、何のかな。大名行列の。あ、これな。東大の赤門ってあれやんか。東大の赤門はな、誰や。東大の赤門は、うわ、名前覚えられへんわ、どないしょー、言うて赤い門にしたんや。自分が行った、いっぱい来るやんか。家なりやったんちゃうかな。めちゃめちゃ、いや、もうこれ言うと調べて分からへんわ。なんで東大の門が赤いでしょう言うたら、印象残るように、あ、前だ、あんな赤い門にしとこうか。あれが東大の赤門やねん。あ、間違ったらごめんね。だから多分今、俺が今、パッと思い出したんやけど、多分家はる。ちゃ。家なり。子供がいっぱいおるから、いろんなとこ行って、そう。だから、男やったら土地上げて、女やったらどうこうしてって、で、それずっと、基礎固めてきたからな。子供おれんから、絶対いざこざが起こるやんか。
その時に、赤いもんやったら忘れへんわ、言うて、前だけのもん赤にしたんが、東大の赤もんやねん。だから、こうやって、次々いろんなことができてきて、頭のどこに置いといたよね。そして自分なりにこう調べてな。なんでもええねんで。だから、江戸、まあ、例えば、あ、ちょっと、まあ、見ときな。せっかくやったから見てるな。これ、ええの終わったやんか。じゃあ今、これが、大名行列のんやと思うんだけど、で、これは今、使えたわやんか。これは、春画ってやつやんか。要するに、江戸時代の春画。これがヨーロッパに渡り、ジャポニズムで火ついて、みたいな。なんで、これでなんか、器とか筒塗ってんからな。これ見て、よう見て、これな、誰も気づけんけど、小宝からちょくんだー言うて言うてるけど、あー、これ見せたらあかんやろけど、ほら見てみよう。これ、望遠鏡で覗いてねえけどな。ほら、まあ、次行きましょう。春画、な。だから、小作り、名称、みたいなな。だから全部、要するに浮世絵。でも、いろんな、だってあの、葛飾北斎なんかでも、多いって、自分の娘な、おえって言うねんけど、おい、おえって言うねんけど、が春画一生懸命書いてたり、で片付けの家やから、98回やつから引っ越しすんねんからな。世の中変なやついっぱいおんねんて。親子揃ってやで。親子揃って春画書くんやで。これ何やねんそれみたいな。もうなんか世の中おもろいやつはいっぱいおるよ。で、これが、日本橋な。お江戸日本橋やつ。だこれ、要するに、葛飾北斎、東海道五十三次の、東大、ええやで、東大五やなら、じゃあ、ジータさん、十編者一編やねんけど、ちゃうねんけどな。で、これ買って、こう、春画。じゃあ、春画やね、浮世絵が。だから浮世絵と春画は何かって言ったら、まあ、自分で調べたら、下の方見たら、こう、見えとったりとか。まあ、娯楽やわな、要はな。はい。で、これはない。ああ。これは、さっき言ったやんか。変なやつやね。国春。東京都。これ、スカビアで、骸骨。これ確か、あ、国吉って言うね。国書いて、神橋。国吉。浮世絵画家でおんねん、国吉。なんじゃこれみたいな。おもろやんか。スカビア書いてねんで。みたいな。俺で、国吉。国に神橋やからな。で、これは、これしてろ。もう、めちゃめちゃ有名やな。切手にもなってあるやんか。葛飾北斎の絵なのな。で、これは、なんか子供が遊んでる絵やから、なんか。これはもう一応、春画かな。で、葵の御紋。わかるよな、誰か。これ、ヨーロッパ行ってもどうこうも、ここの絵いっぱい描いてるよ。このハロー、うまいよな、みたいな。短命な将軍、子供が遊んでるいろんな映像やな。ね、俺も春画後ろはな。もうこれって楽しんでんねんか。な、これは中に誰でしょうか、これ大政奉還やからな。でもこれ実際に大政奉還はここで違うよって今あんねんけどな。まあ、こんなん一個個別にやっていたら喋りがいっぱいあるけど、今全体を見ましょういう話をしてね。はい。江戸幕府将軍、ほんまかいなみたいな。江戸幕府、誰が一番仲良い人かって。誰？吉野部みたいな。でも家康と言えんか。実はね、たった1人やねんけどね。でも子供21人、なんで江戸城へ入ってへん。江戸城へ入ったら多くあるのになんで51人も、あ、21人も作れんのみたいな。夫姓将軍、家なり。二番目が、てか、27人で、53、27、21やからな。だって見てたら、江戸時代って面白いな。ただ単にどうこうじゃない。世継ぎをどうこうせえへんかったら、要するになんか、米沢藩、三代の殿様の時に、本当は星名正幸の娘さんを来る予定やってん。でも、側室、正室は死んじゃったら、側室が、自分より身分の低い前だけへとつくから、ふざけんな言うて、毒もんねんやんか。で、そこの、
老婆さんが気づいた、これは何言ってんの、先輩の先言うて娘が死んじゃうみたいな。だからそれが今星野正幸は唯一の欠点や、汚点やいうやつな。そんな繋がっていくね、いっぱいいろんなところで。だから江戸幕府だって1603年に始まって1867年に終わりました。勉強みたいやんか。関ヶ原から始まって大政奉還までみたいな。それで今いろどれでもかめんねん。どれか一個勉強みやないねん。例えばこんなんやねんで50何年増えすげーとか。だって50何年ずっと将軍でいられるってすごいからな。へえみたいな。ただ夫正将軍だけどちゃんと引くさになって見てたりとか、ちゃんとやることやってるからな。だからそうやって歴史を見た時にすごい面白いから。だから今日はやっぱり切り口の勉強でよりわかりやすく、それを誰かに伝えながらね、すぐ誰かに伝えるから、どれか一個頑張って誰かに伝える、その一個一個増やしていく。全体分かってでもいいし、まあ、誰かに伝えるときには一個の早いわ。全体でボーというのってすごい難しいから。今日はここまで。じゃあねー、バイバイ。はーい。